こんにちは、カワポンです。今日は、首都圏の上位の13個の大学の2022年度の入試日程のポイントの総括をします。第1弾として、2月1日から2月5日までになります。早速2月1日から見ていきましょう。この日は、明治学院大学の全学部入試があるだけになります。3教科が必要ですが、一部、英語外部検定利用方式もあります。その場合は、英語の外部検定で条件を満たせば、この日は、英語を除く2教科での受験となります。入試日程が早いですので、試験に慣れるために受験する方もいらっしゃるかと思います。ただ、合格した場合の入学手続き締め切り日が、2月25日と、他の大学と比較して、少し早くなります。その場合は、早稲田の複数の学部や青山学院大学の経済学部の合格発表に間に合いません。それらと併願された場合は納入金の問題が発生しますのでご注意ください。また成城大学と明治学院大学は全ての受験で、そして成蹊大学の全学部入試は手続き締め切り日が2月25日となっていますので同じことが言えます。その他の大学でも一部そのような問題が出てきますので、必ず手続き締め切り日と併願大学の合格発表日は注意しておいてください。このあたりは一覧にしてメルカリで販売していますので、ぜひ見てください。コメントにリンクを貼っておきます。併願選択がかなり楽ちんになると思います。少し話が長くなりました。2月2日を見てみましょう。この日は、東京理科大学の経営学部と成城大学の全学部入試があります。東京理科大学の経営学部は2020年度までは通格なしでも受験できる学科がありましたが、2021年度からは全ての学科において通格が必要となりました。注意してください。成城大学の全学部入試は全ての学部で英語と国語の2教科で受験できます。ちなみに国語は漢文の出題はありません。古文は独立問題は出ませんが、現代文の中で一部古文の知識を聞く問題が出題されることになっています。受験科目が少なくハードルが低いですので、2教科に自信がある方はぜひ受けてもいいのではないでしょうか。2月3日は4つの大学の入試があります。まずは上智大学のジーク利用の全学部入試になります。ジークのスコアが必要になります。英検などは使用できず、完全にジークが限定になります。このジーク利用全学部入試は比較的多くの定員が割り振られていますので、上智志望の受験生はぜひ受けておきたいところです。その他のポイントは成蹊大学の全学部入試です。文系であれば基本的に英語と現代文の2教科、理系であれば英語と数学の2教科の受験になります。経済学部で一部英語と数学の方式も存在します。ここも入試科目が少ないですので、受験のハードルは低いと言えますね。また明治学院でも4つの学部の入試があります。成蹊大学との分散効果はあると思います。ただし明治学院大学の心理学部はかなりの人気がありますので、不用意に選択しないようにしましょう。2月4日はご覧の4つの大学の入試があります。上智大学では全ての学部で共通テストが必要になります。もし共通テストに失敗した場合はきっぱりと諦めて、この日は空日にするか成城大学か明治学院大学を取りに行ってください。また成城大学の社会イノベーション学部は3教科方式と2教科方式が存在しますが、2教科方式は例年倍率が20倍近くとかなり高いですので、この方式はなるべく避けた方がいいでしょう。3教科方式は倍率は3倍前後です。それでは2月5日です。この日も上智大学がありますので、共通テストに失敗した場合はやめておいた方がいいでしょう。受け皿としては明治大学の全学部入試か、法政大学の全学部入試、または成城大学の文芸学部になります。ちなみに、成城大学の文芸学部も、一部の学科で
3教科方式と2教科方式が存在します。ここは倍率の差はあまりありません。両方 2.5 倍前後となっています。2教科方式での勝負もありかと思います。そして皆さん一番悩まれるのか、明治大学の全学部入試と法政大学の全学部入試ではないでしょうか。一番のポイントは、法政の全学部入試は2教科で受験できます。文系であれば、ほとんどの学部で英語か必須で国語か数学の選択になります。国語は古文と漢文の独立問題はありません。理系であれば英語と数学になります。明治大学の全学部入試は3教科が必要です。選択のポイントは、社会と理解の選択科目の完成度かと思います。これらの選択科目に少しでも不安があれば、2教科の法政大学を受験した方がいいでしょう。選択科目を含めて3教科まんべんなくできれば、明治大学も考えてください。とにかく、この2つの全学部入試が重なっていますので、それなりの勉算効果はあると思います。今日は以上になります。第2弾はなるべく急ぎますね。ありがとうございました。